平成30年2月15日、阿蘇火山防災会議協議会は、中岳火口周辺への立ち入り禁止解除を前に、観光客の避難・救助訓練を行いました。訓練を前に、阿蘇火山防災会議協議会のメンバーらが、火口周辺で進められている火山ガス検知器の設置状況や、火口監視所、転落防止策の設置状況を視察しました。火口監視の指示に従い、早急に避難してください。そして、火口周辺に火山ガスが流れ、ガス濃度が基準値を大きく上回り、危険になったという想定で、観光客の避難・救助訓練が本番さながらに行われました。火山ガスの濃度が 5ppm に達して危険になったと放送されると、火口監視員が観光客に下山するよう促し、ガスで倒れた観光客を救助しました。阿蘇中岳では、2014年8月、火山活動の活発化で、噴火警戒レベルが火口周辺規制に引き上げられ、さらに2016年10月には、爆発的噴火で火口周辺施設が破壊され、火口周辺への立ち入りが禁止されていました。その後、環境省などで火口周辺に堆積した多量の火山灰の除去や壊れた火山ガス検知装置などの工事を行ってきました。工事も進んだために阿蘇火山防災会議協議会では規制解除の判断をするため視察と訓練を行ったもので、規制解除については今月26日に臨時の防災会議を開いて決めることにしています。